定価小元とは、藤原定家が表した和歌や、源氏物語の解釈などに関する覚書からなる、小冊子である。本書は、誰かに読まれ、公表され、著者されていくことを前提とした、完成した書物ではなく、他見や公開を予想しなかった、自身のためだけのメモ的性格の小冊子であると、見られている。定価自筆本と伝えられる白紙雇用を含む、 全26用からなる唯一の写本が現存しており、写本全体のおおよそ3分の1程度が定価の実質と認められる。本写本そのものに下台や内台はなく、奥書きや抜群といったものもない。三重の箱に入れられており、外箱と中箱の表に定価小元と中箱の箱蓋に定価小元指数26枚と記されている。本写本は、 加賀藩前田家の急増で、1925年9月の前田家書が売り立てによって前田家を離れ、当時の著名な収集家の一人であった増田校の所蔵となり、第二次世界大戦後他の個人所蔵家のもとに移っている。現在は天理大学附属天理図書館の所蔵となっており、天理図書館2回展示室で開催された展覧会で一般公開されたことがある。 内容面から本書を見ると、本書は和歌について記した和歌の部と、源氏物語や山和物語などの解釈について記した雑記の部とに分けることができる。県民元年1月25日に関する覚書きとして別に分けている。しかしながら、このような区分はあくまで便宜上のものであって写本、そのものに明確な章立てが存在するわけではなく、定価自身に、 そのような区別を行う意識があったのかは不明である。和歌の部は定歌が編纂に参加した直線和歌集である新古今和歌集のための下書きとしての性格を持っていると見られ、定歌自身の歌4首を含めて157首が記されている。万葉集や古今和歌集などから弾かれた歌もあるものの、古今和歌6条から弾かれた歌が100首以上と特に多いことが指摘されている。 雑記の部の中の源氏物語の解釈に関する部分は、現在定価による源氏物語の注釈書として残る、奥入りに近く、かつ奥入りよりも簡単で、現所的な形態を残しているものと考えられている。またその内容は、池田機関が第一次奥入りよりも後に成立したとされてきた、第二次奥入りにより近いものであるため、第一次奥入りと、 第二次億入りの成立した順序が池田の考えたものとは逆なのではないかとする説の根拠ともなっている。複製、本国本国営員ありがとうございます。